ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンの吉木社長です。セイブです。トミーサクトです。はい、アルビレックス新潟サポーターの皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。本年もラジオイレブンをよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、といったところで、久しぶりにアルビレックス新潟の、動画を撮っていきたいんですけど、はい、はい、うん、まあね、来季結構 J2 すごい戦いになりそう。どこもいい選手揃えてて、はいはい、うん、はい、ただおそらく新潟はやっぱりね、昇格候補筆頭になるだろうと。筆頭、はい、うん、ね、僕は思ってるんですけど、どうですか？まあ、確かにけど横浜 FC とか、うん、あとはまあ大分とかで、まあ去年から J2 いるところで言うと長崎とか、うん、もうね、まあ、この辺もかなり上位で争いにはなってくると思うんですけど、うん、確かに新潟も主力は残りつつ補強もしててっていうので、そうですね、確かにね、はい、可能性は高そうですよね。うん、なんで今日はちょっと補強の部分と、はい、まあ放出も少しありますけど、まあ、あとはこうどの辺が補強ポイントかなっていうような話を、していこうかなと思います。はいはい、はい、ということでやっていきましょう。お願いします。聞いてるあなたを観客から監督に、今日もサッカー指導者そしてお笑い芸人がサッカーを深く面白く伝えていきます。はい、ということで、アルビレックス新潟、まあ、来季の構想といった感じで、やっていきたいんですけど、まず、はい、監督が、アルベル監督がね、FC 東京に行きましたね。そうですね、うん、まあ、引き抜かれたというかね、うん、はい、やっぱりしっかり新潟で2年かけて本当にね、強くていいサッカーをね作ったんで、やっぱりそこが評価されてってところだと思いますけど、はい、うん、新潟は監督が、松橋監督、コーチをやってた方が、はい、監督になるという、ことなんですけど、まあ、おそらく、ね、はい、今までやってきたことを継続してやっていきたいっていうところで、かなりその、なんでしょう、目的みたいなの見えてきますよね。うん、そうですね、まあ継続路線ということで、うん、はい、まあ、どれぐらいね、その自分の色も出すのかとか、うん、どれぐらいのね、そのアルベル監督がやってきたことをそのまま取り入れるかとかっていう、そこは分かんないですけど、うん、まあ、そこはね、まあ結構昇格の鍵にはなってきそうですよね。そうですね、うん、まあ、ただやっぱり新潟はね、しっかり長いスパンで見て、やってますし、あの、はいはい、オスカル・ガルシアっていうね、あのメソッドの人がいるんですよ、新潟に。はいはい、うん、まあ、その人結構、まあ、バルセロナでも名の知れた人で、うん、うん、やっぱそこ、まあ、メソッドの部分ね、 どのぐらいそのオスカル・ガルシアがトップチームに関与してるか分かんないですけど、はい、やっぱりこう新潟っていうクラブ自体がやっぱりこうメソッドをしっかりしようっていう風にやってるんで、はい、うん、その継続路線っていうのはね、素晴らしいんじゃないかなって思いますし、はい、うん、まあ、去年ね、調子良かっただけに最後がこうちょっと失速してね、すごい残念でしたけど、そこのまあ何でしょうね、一回経験したことで、はい、まあ、来季はこう改善してっていうのはできるんじゃないかなと思いますけど。そうですね、うん、どういうところなんでしょうね、そこの最後まで走り切るっていうのはポイントは。いやー、けどメンタルとかもあるんじゃないですか、うん、まあ、正直、まあ、根性論みたいになりますけど、ね、うん、だって最後、ね、はい、ずっと1位だとね、やっぱ解体決しんどいっすよね。いや、しんどいですよ。解体決とか解と対決するとき、いや、僕もね、あのお正月は箱根駅伝見てましたけど、はい、やっぱりずっと1位で維持するの大変ですからね。いや、間違いないですね。はい、うん、ね、すごい、というところで、まあちょっと見ていきましょうか。
はい、はい、で本当にね主力がほとんど残ってますよね。そうですね、はい、阿部選手キーパー、はいはい、残りましたし、小島選手も完全移籍で勧誘かな。なるほど、はい、うん、っていうところで、うん、キーパーもしっかりしてますね。阿部選手なんかね、なんか瀬尾くんとかマリノス行きそうみたいに言ってませんでしたっけ。はいはい、ね、言ってた結構前、ね、だいぶ前、はい、だいぶ前に、はいはい、うん、足元が ね残りましたね、うん、いいですね、よく残りました、うん、はい、で、はい、藤原選手残って右サイド、いやでかい、これね行くと思ったけどね、どっか本当にね目つけられそうなね、うん、タイプの選手やなっていう、 J1 に引き抜きみたいな、ね、ありそうやなと思ってたら残ってくれましたね。うん、これでかいんだよ、マイクマ選手みたいな感じでね、はいはいはい、注目銘柄みたいな感じかなと思いましたけど、よくね残りましたよ、めちゃめちゃでかいですねこれは、うん、でかいですね、はい、で、マイケル・ジェームズ選手いて、千葉選手、はい、早川選手いて、でそこにデン選手が来ると、トーマス・デン、おお、はい、これいいんじゃないですか。いや J2 とは思えない戦力の厚さですよね、うん、これは、うん、ここセンターバックはもういいんじゃないですかこれで。いや完璧でしょ、はい、で左サイドバック堀米選手キャプテンいて、はい、うん、まあ、星選手とかもやるのかなって思いますけど、はいはいはい、うん、うん、まあもしかしたらこの辺サイドバックのところでもうちょっと補強があるかも知れない。まあ、ただ堀米選手藤原選手いたら全然問題ないと思うんで、そうですね、バックアッパーっていう感じにはなるかな、補強だとしても、はい、はい、うん、でボランチ福田選手がサガン鳥栖に行きましたけど、福田選手、はい、はい、で島田選手コウ選手は、残ったと。はい、コウ選手残ったのどうですか、ガンバサポーターとして咲人君。いやいい選手ですからね、うん、もう残ってよかったんじゃないですか。よかったですね、もうなんか J2 屈指のボランチがね、はい、やっぱコウ選手じゃないですか。そうですね、全然 J1 でもプレーできる選手やと思うし、うん、まあ、それこそ FC 東京行っちゃったりとか、あとは全然川崎とかでも僕プレーできるんじゃないかなっていう印象はあるんで、だからここで新潟に残ってくれたのはすごい大きいと思いますよ。うん、うん、でね、ここがどうですか瀬尾くん、ちょっと補強ポイントかなと思うんですけど。そうですね、うん、まあ、島田選手甲選手はいいと思うんですけど、うん、ちょっと、はい、ね、あの他に、まあ、昨シーズンで主力でずっと出てたっていう選手はいないんで、はい、うん、ここにちょっと、まあね、中堅が欲しいのか外国籍が欲しいのかとか、うん、どうですか、若手かとかレンタルでどっかからもらうとか、はい、まあ、ボランチに関しては結構島田選手がまあ中堅どころ占めて、うんうん、でまあ高選手が若手で引っ張ってって感じだと思うんで、うんうん、まあ、もう一人こうベテランでどしっと構えれるような選手がいても面白いのかなと思いますし、うんうんうん、うん、はい、どうなんでしょうねここは。なんかこう J1 で出れない選手をレンタルで借りるとかっていうのはすごいありかなって思うんですけどね、うん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 、結構いいボランチがやっぱいますから J1 には、はい、うん、もしかしたらそういうところを狙ってるかもしれないですね。そうですね、はい、でなんかさきとくんはね、鈴木とくんもいいじゃんとか言ってましたけどそんな軽い乗りちゃう別に、うん、いやね、うん、けどあ、あん、なんかね徳島はすごいボランチの流出みたいななってるんで、うん、まあ、徳島からしたら絶対に守り抜きたいと思うんですけど、うん、なんかこの流れ見てると、ね、そういうのももしかしたらっていう、うん、まあ、けどタイプ的にはやっぱ福田選手みたいな、うん、まあ、ボール散らせるようなタイプの選手が欲しいとは思うので、うんうん、まあ、そういったところで似たようなタイプの選手を取ってくるんかなっていうのは思いますけど。そうですね、はい、本当に徳島からしたらね、もう意味わかんない移籍ですからね、 J2 のチームっていうのは。J1 だったらまだいいけどみたいな、うん、まあね、確かに同じ昇格争いをするチームに移籍するっていうのはね、はい、多分サポーターからしたら、ね、激怒案件だと思いますけど、はい、うん、はい、うん、まあ来たら強いでしょうね、はい、はい、で高木義明選手は残って、
これ良かったですね。なんかだって噂出てましたもんね、うん、その FC 東京引き抜きなんじゃないかみたいな、うんうん、いやでも僕はねこの吉明選手はなんだろう、どっちかっていうと J2 でもう一回見たかったというか、へえ、はい、うん、なんか J1 だと窮屈になる気がするんですよね、彼の方なんか才能とかそういうのは、はいはいはい、うん、で J2 で、まあ、わかんないですけど J2 でこうやっててすっごい伸び伸びなんか自由にプレーしてるなっていう、なんか見てて気持ちいいというか、うん、確かに無双してましたね、うん、もう無双してたからちょっとこれはもう1年楽しみだなっていう J2 で、うん、はい、で、フォワードに関しては鈴木選手、谷口選手が残ったということで、はい、はい、うん、まあ外国籍のなんか点取りそうなフォワードを取ってくるのはありかもしれませんけど、まあまあいいんじゃないですか。うん、そうですね。まあなんか高澤選手夏頃に取ってみたいなのありましたけど、うん、まあ僕は全然2人で回していけるんじゃないかなっていうのは思いますけど、うん、まあただそんなにそもそも外国籍の選手がいないっていうので、はいはいはい、うん、まあ取ってきてもいいんじゃないかなとは思いますけど、うんうん、そうですね、はい、で、サイドが結構充実してるんですよね、うん、はい、まあ矢村選手はまあフォワードもやりますけどサイドもやったりするし、はい、水戸選手とか、はい、あと伊藤亮太郎選手が、はい、新加入、はい、新加入来ましたけど、いい選手取りましたね、うん、どうですかこれ瀬尾くん、伊藤選手どんな選手でしょう。もともと高校選手権でえげつないシュート決めて、うん、はい、まあ、注目浴びた選手だったんですけど、そこからまあ、うん、J2 やと水戸に一旦レンタルで出て、はい、そこからまた浦和とか大分とかでプレーしてって感じだったんですけど、うん、まあ、結構2列目でサイドでも中央でもプレーできて、うん、まあ、結構ドリブルに特徴がある選手ですね。はい、うんうん、結構いい補強ですよねこれは。そうですね、うん、はい、であとはまあ松田選手、はいはい、とかあと一平篠塚選手も、うん、おお、いいですね。 J1 でプレーしてたような選手とかも加入してるんで、うん、すごい底上げになってるんじゃないですか、うん、チームの戦力。そうっすよね。あとロメロ・ブランク選手はなんで退団なんでしょうかね。確かに全然できそうですけどね、まだまだそれだけあんまり分かんないんだけど、うん、はい、まあ、普通に戦力外なんですかね。 J2 でまだまだ、まあ、年齢的にはね34かな確か、うんうん、なんで、まあ、そういうところかな。うん、まあそれ以外はねあんま考えられない、うん、年俸とかそういうのもあるんかな分かんないですけど、うん、戦力的にはまあ全然まだまだ J2 で見たかったなっていう選手ではありますよ。そうですね。でまあ、あとは本間志音選手がどうなるのかっていうのがね、一番の問題ですけど、はい、うん、まあ、彼がもし移籍したとしてもなんか全然大丈夫じゃないっていう感じしません、うんうん、だって一平篠塚選手とか伊藤亮太郎選手いて水戸選手いてとか、はい、で谷口選手もサイドやるでしょ、はい、うん、なんか全然大丈夫。まあ本間選手ねいてくれたらもっと強いですけど、そりゃ、はい、はい、うん、それだけサイドは充実してるのかなっていう印象はありますね。そうですね。けどまあ残ってくれたらより強いなっていうのもありますし、まあ、うん、昨シーズン徳島からオファーあったけど断って残ってるみたいなのもあるんで、はい、まあもう1年ぐらい頑張ってよっていう、うん、確かにそういうね、はい、今シーズンもう1年頑張って J1 で新潟でプレーっていうのはちょっと見たいなっていうのはありますけど、うん、そうですね。だって最後の方ちょっとね出れないというか、まあ、怪我もあって、はいはい、うん、フルシーズンではなかったんでちょっともう一回見たいですよね、うん、もう予想してもらって、はい、だってこの本間、高木、伊藤亮太郎とこう2列目すごくない。すごいですね。なんかテクニック系が揃ってますね、うん、はい、で高選手、島田選手ってこの、まあ、要はやっぱりこう去年からの積み上げがあるから、はい、うん、でバランスもいいじゃないですか、うんうん、こう前ばっか補強してっていうのでもやっぱうまくいかないと思うし、
はい、うん、去年からの積み上げがある中でトーマス・デン選手ボンって入れたりとかっていう感じなんで、はい、いや新潟はね、いや間違いなくその昇格争いにも入ってきますし、うんうん、なんかこう一番バランスは良さそうな感じはしますよね。確かに、まあ筆頭ですよね、うん、昇格候補。どうですか瀬尾くん。そうですね、まあでもこんだけ中盤補強してて、うん、フォワードもちゃんと残ってるんで、うんうん、まあ、去年のその失速した原因みたいなのをちゃんと改善できれば、うん、そうですね、全然ありえると思いますし、なんなら監督も変わってよりパワーアップした状態で臨めれたら全然チャンスあると思いますね、うん、なんかこう日本人監督になってよりこう、うん、なんだろう、マネジメントの部分とかでね、はいはい、うん、モチベーション上げれたりするかもしれないんで、そうですね、うん、そこをちょっと期待しながら、はい、もうもしかしたらね、まだ補強もあるかもしれないんで、うん、あったら、はいはいはい、うん、また取っていきますし、まあ、今シーズンもね、はい、新潟のサッカーすごい好きなんで、僕らちょっと、うんうん、注目していこうかなと思います。はいはい、はい、ということで本日は以上になります。はい、エンディングです。ラジオイレブンはツイッターも、やってますんで、ぜひ、ツイッターのフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで新潟やってきましたけど、うん、どうでしょうかね。結構、まあ、本間志音選手がね、まだ分かんない、ね、どこからオファーが来てるんでしょうか。けど普通にね、 J1 のトップレベルのクラブ、なんならそのやっぱ降格残留争いするクラブよりも、うん、やっぱしっかりボール握れるクラブとかでより輝くと思うんで。そうですね、確かに、うん、はい、だからもう川崎マリノスあたりからあってもおかしくないんじゃないですか、うんうん、確かにね、確かそっちの方がねやりやすそうというか、うん、うん、なんか逆にこう、ね、エスパルスとか行ってもなんか守備のタスク多すぎてまあまあね、うん、はい、やりづらいみたいなのありそうですし、はい、まあ、いずれは海外行ってほしい選手なんでね、はい、はい、うん、ちょっとそこは川崎とか行ったら面白いですよね。あのそれこそ宇佐美選手取れなかったから、うん、うん、そうですね、左サイド、はい、バッチリハマりますけど、バッチリハマるね。どう、瀬尾くんどっか行ってほしいチームあります？川崎、アーセナル、アーセナル、日本人特需あるからな。そうですね、トミヤスフィーバーで今来てますからね。はい、ダメですかアーセナル。どうですかね、サカと本間シオン両サイド、サカ本間シオンいいじゃん、サカ本間シオン日本人っぽいですね両方、サカ、うん、いいじゃないですか、はい、はい、まあちょっとね、また、新潟の動画はね、今シーズンも戦術的な動画もねいっぱい撮れるんで、はい、うん、今シーズンも撮っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録やらコメントやらお願いします。お願いします。はい、本日のここまでのお相手は吉木社長と矢野と富崎人でした。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。